昔々、とある不思議な王国にチャンシーという若い召使いが住んでいました。ササ大臣、続けて。そこにはボルゴからの代表団とシモーの人々が集まっておった。さて皆さんご存知、あの有名なシモーの女司祭と来たら、毎晩鏡を見つめてお美しいご自分の姿にうっとり、まあわしに言わせりゃドブネズミの親分が綺麗な服を着て歩いてるのと変わらんがね。でその日彼女はボルゴ大使夫人と一緒にワイン風呂に入った話を始めた。この美しきドブネズミの口から吐き出された言葉は、歴戦の勇者すら耳が真っ赤っかになっちまう類のもので。ベロンベロンに酔っ払っていた大使もこれを聞いてパッと飛び出し、愛する妻の名誉を守らんと担当を振りかざしたかと思えた。大臣、大臣、王様がすぐかかっていらっしゃいます。陛下、陛下、小僧が陛下を襲っているぞ。衛兵を呼べ。陛下、こやつ大胆不敵な。違います。覚悟せい。間違いなくお前は死刑だ。誤解です。待て大臣、この少年は私の命を救ったのじゃ。そなたの名は？あのチャンシーと申します。陛下。で出身はどこじゃ？実はその私は生まれがわからないんです。陛下、私は荒野で親切な牛さんたちに育てられたんです。おお、では今よりそなたはチャンシー教と名乗るがよい。では何時に王国の流行るナイトの称号とシムト平原の広大な土地を与える、さらに強力なる聖剣グリムスワッカーを授けよう。この剣は若かりし私を多くの魔物から守ってくれた。忘れもしない最も邪悪で強欲な魔物の名は忌まわしき報道じゃ。報道？我が名はクロナス・メイラ、王の忠実なるしもべ。陛下はシムト平原をお前ごときに与えるよう私に申し付けられた。王国の要だ。本当ですか？わしを信じよう。大丈夫。
統治者になるというのは難しい。そなたならできると思ったが、見込み違いのようじゃな。首ちょんぱしちゃいますか、陛下。いやいやいや、料理人だ。彼は給仕係に戻ることになるじゃろ。たっぷりこき使ってやるぞ。チャンシー卿が殺された。はい、陛下。聖剣グリムス・ワッカーも二度と振るわれることはないでしょう。王国にとっての悲劇じゃ。まことにそう思います、気の毒なチャンシー。で、彼の所有する不動産はどうします、陛下。
Thank you.
Thank you.
納税シーズンの初めから全員行方不明となっている修税官たちを探すため捜索隊が組織されました。王は修税官たちをすぐに返せば今年は税を取り立てないとの布告を発しました。修税長官は縛り上げられていたためコメントすることができませんでした。チャンシー卿が殺された。はい、陛下、聖剣グリムスワッカーも二度と振るわれることはないでしょう。王国にとっての悲劇じゃ。まことにそう思います、気の毒なチャンシー。で、彼の所有する不動産はどうします、陛下。